はい、ここ最近ねずっと忙しかったんですけど、それが終わったんでね、ちょっと会社休みをいただいて旅行に来てます。ということで、ここ伊勢市駅、何があるかというとですね、こちらの後ろの方に鳥居が見えますかね。伊勢神宮に来ました。初めての伊勢神宮です。でね、まずはね、下宮、外の宮と書いてね、下宮、そこからねお参りするのが一般的ということなので、下宮に行ってこようかなと思います。こういうところを撮る時こそ、うん、iPhone なんだろうな。手ぶれとか、うん、はい、下宮の正殿っていうやつですかね、まで来ました。ちょっとこれから先はね、撮影禁止ということなので、撮影なしで行きたいと思います。下宮前の赤福で、赤福と、あとほうじ茶とね、あとみかん大福をいただきます。いただきます。眩しい、うん、おいしい。はい、今ね伊勢神宮の内宮の方に来ました。内宮ではなくてね、内宮らしいですね。さっきね、バス乗ってて、バスのね、運転手の人がそういう風に案内してて初めて知りましたけど、ここが有名な橋ですね。ということで、中入っていきたいと思います。下宮はすごい森っていう感じでしたけどね、こっちはすごいいろいろ整備されてて、広い庭園みたいな感じですね。人が多い跡。伊豆津川のところで、なんかお気見上げできるらしいですね。足元に気をつけてってことらしいですけど、なんか、うん、かなり紅葉が綺麗、川の水がすごい綺麗。投げ銭するなって書いてあるのに、お金がいっぱい投げ入れられてますね。魚が泳いでるのが見えますけど、動画で撮れてるかな。はい、今ね、内宮を見て回って出てきたんで、これからね、猿田彦神社の方に行こうと思うんですけど、ちょっとね、こっち
ちのね道を通っていこうと思うんですけど、歩いてこの人すごい人、めちゃくちゃ人多いですね。ということでうろうろしていこうと思います。はい、内宮の赤福にも来ました。赤福ぜんざいですね。ということでいただきます。いただきます。いただきます。おいしい。寒いから温まる。スタバがありました。ちょっと雰囲気が違くていいですね。ここ赤福の本店にやってきました。ここはね、今下に並んでるのはあのイートインの列で、でこちらにねお土産の列が並んでます。端の方までね並んでたり、混んでる。ただね、普通にここの通り人がいっぱいなんで、まあ混むよなって感じがしますね。はい、サルタジコ神社にやってきました。結構人空いてますね。はい、お参りしていきたいと思います。芸能関係のご利益がある猿目神社、新海誠がある、エグザイルとか新海誠とかあります。これも YouTube お参りしていきたいと思います。おかげ横丁です。神話の館。おもちゃ、おもちゃ。はい、よくね TY ハーバーとコラボしたりとかしている伊勢門ビール、伊勢門屋ビールですね、にちょっとやってきました。ちょっと中でね、いただけるんだったらちょっと中に入ってお食事していこうと思います。はい、伊勢限定の伊勢ピルスナーと、あととりあえずカキフライを頼んでみました。ということでいただきます。じゃあ乾杯。乾杯。いただきます。うん、美味しい。ちょっと飲まして、六角 IPD ってやつですね。すごいね、うん、美味しい。グレープフルーツジュース、すごい柑橘系。で、カキフライいただきます。うん、美味しい。はい、昨日来られなかったホテルの、ね、屋上の展望台に来ました。すごい景色がいい。ぐるっとねこんな感じで伊勢島のが一望できるっていう感じですね。そこら辺でね見える櫓というか、あの浮いてるのは牡蠣のね養殖、牡蠣の養殖だったりとか、あとここら辺はね真珠がねすごい有名なので真珠の養殖、あとねあの青さ、青さのりの養殖をやってるらしいですね。